プラモヤ店長のコメント返しレイディオ。この番組は場所がわからないことで周りの皆さんに迷惑をかけています。モデラーガレージ T ガレージのがお送りいたします。はい、というわけでですね、またちょっと音声が切れたりしないか不安ではありますが、コメント返しやっていきたいと思います。ですね、まあ、ついさっきなんですけど、ツイキャスの方でですね、まあ、たまたまどういう流れだったか忘れたんですけど、某オークションの、流れはあるんですけど、ちょっと思い出したけど、ちょっとここでは言えないので言わないですが、某オークションのね、実写カテゴリーをすごく久しぶりに見ました。で、まあ見るのはね、カローラ系の車種ばかりなんですが、その中で、まあコメントの方でね、スープラとカローラどっちにまた乗りたいですかみたいなコメントされて、もう即答でカローラっていうふうに答えたんですけど、あの普通の感覚でいくとね、まあ例えばそのスポーツカーだとか、まあやっぱそういう系の車ってやっぱ今珍しいというか、まあ少なくなってきてますし、まあっていうのもあるんですけど、まあもちろんね、現実的に考えて維持費だとかそういうのもあるんですけど、でもね、まあ、仮にですけど、もうお金がもう有り余って仕方がないみたいな感じだったとしても、スープラはいいかなっていう気がしますね。前も話したかもしれないんですけど、自分はそのカローラっていう存在がこう一番みたいな感じのところがあって、別に 4AG じゃなくてもいいんですよ。まあ自分が乗ってたのはね、ほとんど 4AG が乗ってるやつばっかでしたけど、101の GT と111の GT と111のカリブ BZ とって乗りましたけど、普通のねカローラ王も乗ってたんですよ。 5AFE っていう、まあ、1500cc のねエンジンが乗ってるやつ、でもいいんですよ。なんですけど、まあ現実に考えて無理かなとか思ったりもするんですが、まあそのねカローラのね、まあそのキャスの枠の中でも話したんですけど、 AE100 系のインパネが何がどうというふうに言葉では言い表せないんですけど、一番あの前にこうねステアリング持ってこう運転席に座ると、あれが一番しっくりくるんですよ。何がどうとかっていうわけじゃなくて、あ、これみたいな、そういうところがあったりとかするので、またね、AE100 は乗りたいなぁなんてこと思います。じゃあなんで70スープラ乗りたくないの？乗りたくないわけではないんですよ。乗りたくないわけではないんだけど、まあ、カローラと比べたらもう、間違いなくカローラなんですけど、まあ前にコメント返しの中で話した通り、もちろん、まあ楽しい思い出ももちろんありますし、今となってはね、こういろんなものがもう、すみませんね、すぐ近くにね、広報のね、スピーカーがあるので、音声めっちゃ入ってると思いますけど、これで YouTube 著作権がどうのこうのとか言ってこないよな、大丈夫だろうな。まあ、今からしてみれば全部楽しい思い出っていう風になるかもしれないですけど、どっちかっていうとやっぱり、降りた理由が降りた理由でしたし、まあその後ね、その20代その70スープラで作った借金でね、えらい苦労したっていうこともありましたし、そういうこともあって、まあ全てが全ていい思い出っていうのはもちろんね、カローラでもそうなんですけど、全てが全ていい思い出とは言わないんですけど、でもどっちかというとやっぱカローラの方が、また乗りたいな、一番しっくりきた車っていうのもありますし、でまあそのいじくる場所とかっていうことは必要なんですけど、自分ね、100系のカローラに関しては、インパネ以外は全部バラしました。普通こんなとこバラせねえよっていうところもバラしたりとか、そういうこともしたりしたこともあったりとかするので、まあ、場所と工具さえなんとかすれば、まあ自分でなんとかしようと思えばなんとかできる。もちろんその道具だとか、部品だとか、そういうのはまああれですけどね、まあそこが一番必要なんだよっていう風になるかもしれないんですけど、なのでまあ乗るんだったらカローラかな、乗りたい、また乗りたいって、どっちか、どっち乗りたい、どっち乗っていいよって言われたら間違いなくカローラを選ぶと思います。はい、じゃあですね、コメント返ししていきましょうかね。ちょっと待ってくださいね、
制作したプラモデルのスライドショーにいただいたコメントですね。RE アメミヤの FD の色は何のメーカーの何番を使ってますか？かっこサムネ。この方ごめんなさい。もう一つね、もう一回同じように質問別の動画でもいただいてるんですが、ですね、あれはですね、水色に見えますけど、カメラの性能の問題です。青です。ですね、使った色は、ガイアのウルトラブルーという色を使ってます。この頃、ガイアカラーを使い始めたんで、ちょっと使ってみようということで、使った色で作ったっていう感じなので、普通に、ウルトラブルーを塗って終わりみたいな感じだと思います。もちろんクリアとか吹きましたけどね、そんな感じです。次です。ミラーフィニッシュの方ですね。デコトラプラモデルにも合いますか？どういう目的に使われるかっていうのにもよるんですが、似合うか似合うのはね、やっぱりその人それぞれの感性があるので何とも言えないんですけど、自分も使って作ったことはありますよ。やっぱりね、デコトラとかだとね、やっぱりメッキみたいな感じなので、ただキャブをフルメッキにするために貼ったりとかって、やられてる方いらっしゃると思うんですけど、相当厳しいかなとは思います。どういうふうに貼るかっていうのはね、そのデコトラに限ったことではないので、その都度その都度みたいな感じでね、いろいろやってみてください。次です。初コメです。組んでみたシリーズですが、組んじゃうとほとんど見えない内装も、店長さんがどんな感じに仕上げているのか気になります。スマホやカメラでボディをかぶせる前に内装の写真を撮り、レビューで一緒に公開してみては？ヤフオクを見てください。 ヤフオクの出品、画像の中にはね、内装の写真も載せてます。でも言うてそんなにね、きっちり塗り分けはしてないですよ。前も話したかもしれないですけど、例えば同時進行で制作しているプラモデルがやっぱりありますので、その中でちょっとね、これ実写はこのグレーじゃないけど、このグレーでいくかみたいな感じで塗ってたりとかしますので、言うてそこまできっちりは塗り分けはしてないかなと思います。次です。初めてコメント返しレディオにくだらない、コンバットスープラの AMT 仕様のことを読んでいただいてありがとうございます。結構辛いのですね。辛いと聞くと試したくなるので、早速組み始めました。頑張ってください。あと、長谷川の身には、親父が、会社引退した後、所有者2台にしないと不便かなと思い、BM の、ディーラーで車内などいろいろ乗ったりして、購入間近まで行ったのですが、いかんせん維持費がということで、発売されてすぐ、長谷川の2台同時組みしました。非常にピシッとしていて欲しかった車だったので、がっつり組みました。1台は社外で買う仕様のラリーか何かのやつ。ごめんなさい、ちょっとパッとそれはわからないです。私も数は作ってはいるのですが、細かいとこのパーツの名前などは、オーバーフェンダーやブレーキが好きな社名ぐらいしかわからないのですが、わからないなりに楽しみにしています。対戦機のタミヤゼロ戦を組んでいらっしゃるようですが、写真や動画でしかわからないので何とも言えませんが、下塗りにパネルラインを結構手間を割いているのに、上塗りでほぼベタに見えてしまうのがもったいないと感じました。チョロハゲなどを足すだけでも味は出ますし、ロールアウトすぐという解釈もできますので、私が言うのもおこがましいですね。ぜひ原容器にも手を出されてはいかがでしょうか。72と48が、ほぼ同じ大きさになるので、どちらも楽しいですよね。これからも頑張ってください。ありがとうございます。ですね、この、細かいところのパーツの名前とかっていうやつなんですが、今ですね、新しくまたちょっと別でね、動画シリーズみたいな感じで、自分はちょっと車のことしかわからないので、戦車とかね、飛行機とかも全然わからないので、車のやつでね、この部品はこういう名前ですよ、こういう役割をしてますよみたいな感じでね、ちょっと動画シリーズになるかどうかわかんないですけど、ちょっとやってみようかなと思ってますので、少々お待ちください。まだね、ちょっとそこまでの段階にまで行ってないので、やろうかなと思ってます。で、次なんですが、上塗りでベタに見えてしまう、これね、実は結構悩みながらやってたんですよね。毎回、今ちょっと飛行機も戦車もお休みして、もうひたすら車ばっかり組んでるんであれなんですけど、そのなんて言ったらいいの、そのパネルラインの塗装をどこまで残したらいいのかっていう
加減がね、やっぱりね、まだわかんないんですよね。いろいろ、こう、もっと数作ってみたりとか、じっくりとその他の人の作例を見て、他の人はこうやってる、じゃあ自分はこうやってやってみようみたいなね。そういうのもわかるようになってくると、また変わってくるかなと思いますが、自分はわからないなりに塗ってます。チョロハゲとかね、あとは、その、なんだ、汚しとかっていうのは、多分したらしたで、それっぽい見栄えも良くなるとは思うんですが、それ以前の問題なので、自分が組んでる飛行機とかはね。なので、しばらくはもっと数こなせて、ね、数こなしていろいろと分かってきたら、そういうのも挑戦してみたいかなと思っています。次です。丸目4等のベンツを探していたので、この動画で初めて存在を知り、もう量販店のポイントが余りまくっていたので購入してみました。まだ仮組状態ですが、見た目が丸目は好みで、グリルもいかにもベンツってのが、ね、ってのが好きです。最近のベンツのうまく例えられないのですが、サンマルセルシオ後期のようなヘッドライトもシャープでというものも探してはいるのですが、並行して作っているものが増えすぎたので、まずはこいつをじっくり組み上げたいです。存在を教えていただきありがとうございました。タミヤの AMG クーペも捨てがたいのですが、セダンを組みたかったんで、クーペはだいぶ後回しになりそうです。ありがとうございました。最近のベンツっていうふうになると、タミヤの AMG の GT3 か、ドイツレベルの、AMG か、ごめんなさい、車種がパッと名前が思い出せないんですけど、がありますが、最近のメルセデスの、セダンっていうのは、多分自分が知ってる限りはキット化はされてないんじゃないかな。一昔二昔前のね、車種だったらね、ちょいちょいと海外のメーカーでも出てはいるんですけど、丸四等のベンツってあとどこでしたかな。レーシングカーはね、タミヤでね、昔出てたのもあったんですけどね、今は絶版になっちゃってますからね。またその辺もね、じっくりいろいろ探してみてください。次です。100社の国で見たレビューですね。相変わらず丁寧な良い仕事されておられますね。丁寧でもないです。良い仕事でもないです。ところで、リアガラスのスモークは綺麗に再現されていますが、綺麗ではないです。差し支えなければ、塗装、フィルム方法、フィルム、方法を教え願いたく存じます。また、ホビーショーに向けて各社の顔モデルの情報をつかんでおられたなら、ご紹介願います。ですね、このスモーク塗装なんですけど、これ塗装です。クレオスの、GX クリアブラックっていう色を使ってます。ですね、ちょっと待ってください。今ここにあるんだよな。GX101 番、ミスタークリアカラー GX、GX クリアブラックというこの色を使ってます。で、実物はね、結構ムラムラです。かなりムラがあります。ただ、結構濃いめに吹いて、そのムラが分かりにくくなるようにしてるっていうのが、実際のところです。あとね、自分はね、ガイアの、なんだっけ、スモークなんたらだったかな、クリアブラックみたいなやつと、クレアそのね、GX じゃないやつを使ったりしたこともあったんですが、他にもね、もっといいやつはあるかもしれないんですけど、自分が使ったその3種類の中では一番使いやすいので、使ってます。これをちょっと濃いめに溶いて、薄めてエアブラシでブシャーっていう感じをしてます。ただ実物は結構色ムラがあります。で、ホビーショーのその、新商品ですね。これはですね、残念ながら今のところまだ来てません。もうそろそろ解禁になるんじゃないかなと思うんですが、今のところのね、再販だとか、要はその番号を切り替えての新商品扱いとかっていうものしか来てませんので、またね、出たら出たでね、また紹介させてもらおうかなと思います。次です。カウンタックのレビューですね。子供の頃、スーパーカーブームで公道でたくさん走るのを見かけました。大興奮したのを覚えてます。今っていうか、その当時はね、ごめんなさい、ちょっとさすがにっていう言い方は ちょっと申し訳ないんですけど、ちょっとわからないのであれなんですけど、やっぱりその、なんだろう、今でもその、なんだろう、スーパーカーツーリングみたいな感じでね、その、例えばランボルギーニの車ずらずらーっと並んでとか、フェラーリずらずらーっと並んでっていうのはありますけど、やっぱ当時からもそういうのがあったんでしょうかね。でもやっぱりそういうのを見てね、スーパーカー世代の方とかは、
興奮したんじゃないかなと思います。次です、モデルカーシリーズの再販ラッシュは嬉しいのですが、最近は青島さんのスーパーカーシリーズの新製品出てきませんね。もしかしてディアブロ GTR で終了なのでしょうか。今のところね、先ほども言いました通り、ホビーショーでの新商品の情報が来てないんですが、ホビーショーでなんか来そうな気はしますね。その完全新規金型で、なのでそれを楽しみにしてみるといいんじゃないかなと思います。まあで確実に出るっていうわけじゃないのであれなんですけどね。出るのかな。まあ出るとしたら、でもランボルギーニのスーパーカーはまだまだいっぱいあるか、どうなんでしょう。ちょっと今のところは残念ながら情報来てません。次です、430のセダンのレビューのあれですね。これ買いました。作ったらどうなるか楽しみです。ちょっとごめんなさいね。すいません、鼻水が出てきたので鼻かみました。ちょっと鼻かんだ音が入ってるかもしれません、ごめんなさい。ですね、仕上がれば仕上がったでね、このキット自体も新しいってこともあるんですけど、結構おお430だーっていう感じで組めますので、ただね、これキットレビューの段階の時に話したかもしれないんですけど、顔面のね、ボディカラーが覗くところまで一体成形になってるとか、ワイパーのね、取り付けのところとか、その辺をこうちょっとどう仕上げるかが作られる方によって、結構ね、変わってきたりするので、その辺をね、皆さん、まあもし完成されてる写真とか、まあ 今だったらね、インターネットとかでもいっぱい出てますので、そういうのを見てね、あこの人はこうやって処理するんだなつって見比べるのも楽しいんじゃないかななんてこと思います。次です、店長お疲れ様です。2回目の投稿です。自分も雑食ですね。カーモデル、鑑定、ガンプラ、去年からスクラッチビルドもやり始めて、先月今更ながらに制作機ブログも開始。ちなみに先月初旬、4年ぶりにカープラも、タミヤの新 NSX 購入したのがきっかけで、実写制作運動も調べてて偶然店長のレビュー動画を発見、視聴し始めましたが面白くてキットレビューは8割、組んでみたレビューは6、7割、ゼロから始めるシリーズは昨日どうにかコンプ、ブログは遡って読んでますが5割ぐらいかな。ありがとうございます。時期によって撮り方が変わったりと、店長さんの試行錯誤が分かります。あとツイッターもフォローさせてもらいました。ありがとうございます。で、前置きが長くなりましたが、ラジオ内で言ってたプラもガンプラでなら面接で使われてますよ。へえ、手先の器用さ、説明書の読解力、効率よく組み立てるなどなど、様々な見極めで使えるんだとか。なるほど。まあその人が投げ出さないかどうかっていうのもまあ一つ仕事を与えてね、投げ出さないかどうかっていうのを見るのもね、一つでも見えてくるんじゃないかなってこと思います。カーモデルでね、参考にならない話ばっかりしてますし、どうでもいい話ばっかりしてますが、またこれからもね、お付き合いいただければなと思います。次です、アセルシオのレビューですね。VIP カー系の何かのキットにメッキではないですが純正ホイールが入っていたと思います。シャーシはアリスト、マジェスタあたりと、構造が同じなのでポリキャップホイールですね。ただし16アリストはリアマウントの長さが違います。リアマウントの長さ、ボディくっつくところですかね、あそこのことかな。14アリストもね、実はこの組んでみたレビューとかアップしてないんですけど、このセルシオとね、10セルシオと14アリストを組みましたので、こういう風に違うななんて思いながら組みましたけど、14アリストもね、長さが違うみたいな感じですね。ただね、実写の構造そのままじゃないんだよななんてことを思いながらやりましたけどね。次です、ピンタイプはタミヤの方じゃないですかね、記憶違いです失礼しました。次です、シャコタンブギのはじめ仕様のエアロがついてました。はじめちゃん仕様なんですね。あれはじめから、はじめからじゃない富士見から、マーク2 3台セット発売されるので出たら紹介お願いします。ごめんなさい、これはですね注文がなければ入れません。なので注文がなければなぁ、入れないと思うんですよ。なんで81だけ出してくれなかったのかなぁっていうふうに思うんですけどね。61は組みました。
あ、でもあれ、マーク2じゃなくて、チェイサーの、イーグルマスクですね。マーク2はね、イーグルマスクで、71はね、あれね、フルメカ再現のやつですよね。81なんで出してくんなかったかな なんてことを思います。次です。映画タクシーの、敵車は、おそらく1901エボリューション1だと思いますね。エボ2に比べて見た目がおとなしい仕様です。これ失礼しました。アップして後に、メルセデスに詳しいフォロワーさんに聞いたらですね、500E だそうです。失礼しました。記憶違いも甚だしいということで。次です。MT のメルセデス・ベンツは珍しいですよね。どうなんでしょう、海外の、それこそヨーロッパの方とかだとね、マニュアル車の方が多いような、勝手な想像ですよ。勝手な想像ですけど、そんな風に思ったりとかしますか。プラモデルはマニュアル仕様のやつはまずまずないのかな。レーシングカーとか除きますけどね。この1901のエボリューション2に関しては、元がね、ホモロゲ取るための、車じゃなかったかな？ないのかな？なんてこと思いますけど、相変わらずね、その辺そうなのかなと思うんですが。はい、というわけでですね、コメント、あ、もう一つですね、E メールの方で、いただいたコメントっていうわけではないんですけど、音途切れるか。ちょっと待ってくださいよ。パソコンが言うこと聞かなくなった。フリーズしたかな？言うこと聞かない。あれ、ちょっとごめんなさい。無言かもしれないけど。あ、来た、来た、来た。大丈夫かな？音途切れてない？大丈夫かな？E メールの方でですね、ちょっとごめんなさい。自分のね、このパソコンの方の送受信履歴の中に、このアドレスの方からいただいてなかった、のやり取りがなかったので、ちょっとわからないんですが、ですね、LINE だけでのご連絡や作品例対応できますか？画像をいろいろ送って楽しみたいですね、というメールをいただいたんですが、ごめんなさい。ちょっとね、この方のメールアドレスを、ちょっとこちらの方で検索したんですが、ちょっとなかったので、この方に直接メール返しはしてなかったんですが、自分 LINE はやってません。やる予定もありません。なぜかと言いますと、前働いてたね、整備士として働いてた職場でね、そういう LINE グループがあるから作ってるから、入ってよっていうふうに言われたんですが、そこのね、SNS なんかだとね、電話番号とか登録したりしてね、すると、何？あなたの友人かもみたいな感じで出てきたりとかしますよね。で、そこに、辞めるときにね、いろいろありました、上司が一番最初に出てきたっていうことがありまして、LINE はやる予定ありません。で、やっぱり一応ね、ツイッターの方でね、DM の方で注文とかっていうこともさせてもらったりはしてはいるんですが、基本的にやっぱりちょっと商売っていうところもありますので、LINE のようにお気軽にっていう感じではちょっとやろうっていう気持ちはありませんので、その辺はご理解いただければなと思います。ちょっとお手数ですが、E メールとかね、店の方のね、E メールとかでしていただけるとありがたいです。もしくはツイッターの方でフォローしていただいたときに、フォローしましたみたいな感じで入れていただいてね、で、今後注文とかみたいなことを入れていただければ、フォロバの方はさせてもらおうかなと思ってますので、無言フォローの方とかはね、基本的にはあまりフォロバとかはしないので、ちょっとあれなんですけど、その辺入れていただければ、ツイッターのフォロワーさんならではだけの特典みたいなこともあったりとかしますので、実はね、実はそういうこともあったりとかしますので、そういう時はね、何かしら一言入れていただけると助かります。はい、というわけでですね、ちょっとコメント返し、ちょっと途中で音声切れてないか心配なんですが、この辺で終わりにしたいかなと思います。ですね、先ほどホビー賞の話もありましたが、今年はですね、ちょっとね、一般招待日にも行きたいなと思ってはいるんです。いつもはね、業者招待日にしか行ってないんですが、ちょっとね、一般招待日にも行きたいなと思ってはいるんですけど、ちょっとね、家庭の事情とかもあったりとかして、
ちょっとね、日程がまだ決めきれてないっていうところがあります。で、そうこうしてるうちにね、ホテルがいっぱいになっちゃって予約取れないみたいなことになっちゃいそうで怖いんですが、一応ね、新商品の情報に関しては今、また上がってきた。多分ね、5月入っても普通だったら今頃もう公開されてるよな。まあ、だいたい1ヶ月ぐらい前には公開になると思うんですが、またね、そういう情報が来たらね、また、何かしらで紹介させてもらえたらなと思います。大丈夫かな音声。はい、というわけで、今回のコメント返しはこの辺で切らさせてもらいます。ご視聴いただきありがとうございました。